報告1の方ですね、の状況に関しましては、まず、まあ前回の生放送と同じようになってしまうんですが、まあ、ちょっと技術的な負債が結構ありまして、まあ、はっきりしてしまうと開発の計画がかなり困難な状況になっております。で、実際問題まだ遊んでくれてる方、まあ、実際ここに入ってきてる方も脱獄ごっこまだ遊んでるよっていう方いっぱいいると思うんですね、プロじゃなくて。で、まあ、そういう方もたくさんいるのは当然我々も分かってるので、開発としてはそのまあ最低限そのメンテナンスしたいっていう気持ちはあります。ただすでにもうプラットフォームの使用、もうここ最近ずっとアップデートされてないので、まあ、お気づきの方もいると思うんですけど、もうすでにちょっとプラットフォーム、まあ、例えば iOS だと Apple さんだったり、まあ、Android の方と Google プレイとかで遊んでダウンロードしていただいていると思うんですけど、やっぱりそこの仕様が結構変わってくるんですね。でそこに対しての仕様に変換させる、まあ、作業が正直 ものすごい今困難を極めております。でここに関して、まあ、もちろん僕らも手をこまねいたわけではなくて、まあ、だからこそ正直脱獄ごっこプロを作ったというところがございます。で、まあ、実際アプリ更新できなくなると、まあ、プラットフォームから大きな仕様変更依頼とかが来た場合に対応できず、まあ、いきなりストアから消されてしまったり、新しい OS が出て遊べなくなっちゃったりとか、そういうことがあって、なんかその時にいや脱獄ごっこ、いや遊びてえんだよなみたいな人たちがきっと出るんだろうなと思って、まあ、正直そこに対してこの状況の、まあ、リスクですね、そのみんなが脱獄ごっこ遊べなくなってしまうみたいなリスクを避けたいというところで、まあ、エイミングさんに無料言って11月に、リリースをさせてもらったという状況になります。で、まあ、そのまずその脱獄ごっこというものがなくなってしまうというリスクを避けるために、まあ、すごい急いで作ってもらったので、今正直プロに足りないところがあるっていうのはすごいちゃんと我々理解しております。で、まあ、だからこそ今回この開発の人間たちだけで集まって皆さんに、まあ、これからプロどうなるよとかそういうのをちゃんと説明して、ちなみに消すなよって書いてあるんですけど、さっきも言った通り一応メンタルして頑張りたいと思ってるんですよ。でもプラットフォーム側に対応できない可能性は正直あります。そこは本当申し訳ないですが、まあ、もう技術的なもので、まあ、過去いろいろそういうアプリってあったんですね。なのでそこに関してはもう最低限ご理解はいただきたいなというのが正直なところです。で、まあ、ちょっと話ごめんなさい戻りますが、まあ、なのでプロに足りないところはあるというのは理解しつつ、エイミングさんにまあ無理を言ってリリースをさせてもらって、これからもっとレベルを上げていこうというところで今考えているのが我々の正直な気持ちになります。